おむつケーキおむつケーキおむつケーキのアレンジおむつケーキとは赤ちゃん用のおむつを束ねて装飾を施しあたかもデコレーションケーキのような見栄えにしたものを言い赤ちゃんの誕生祝いに際しての贈り物にされることがある英語のダイパーケークベビーケークの日本語訳でダイパーケーキベービーケーキとも言う通常は紙おむつで作るが布おむつで作ることもできる アメリカでは妊婦の友人がホスト役となり産前にこれから必要なものをシャワーのようにプレゼントするというベビーシャワーと呼ばれるパーティーを催すことが一般的である。そのパーティー用アイテムとしてオムツケーキが誕生した。アメリカで先に広まっていたが出産祝いや前祝いのパーティーなどで実用的で可愛らしいとのことで贈り物になること、また 日本の産婦人科病院では成果をお祝いに持っていけない病院が多くなってきたため、レースやリボンシルクフラワー、縫いぐるみなど彩られ赤ちゃんのおむつを束ねたおむつケーキは日本でも出産祝いの品として普及し、マスコミにも登場するようになった。おむつだけではなく、おもちゃ、子供用のソックス、下着類、よだれかけ、子供用フォークなどを入れることもある。 自宅に飾るためのものとしては、病院に持ち込めないような生け花などをあしらう場合もある。おむつケーキは、既製品として販売されているほか、手芸品として自作される。日本では、おむつケーキを自作するための講習イベント等も開かれている。ただし、おむつケーキは、メーカーの包装を開封し手作業で作るため、他人が触れた防湿されていないおむつを我が子に使う。 ことへの衛生的な不安、おむつのサイズや質感がプレゼントされた赤ちゃんに合うとは限らない。ケーキ解体作業や解体後バラバラになったおむつの片付けに手間がかかるなど、必ずしも歓迎されるとは限らない。おむつケーキのアレンジで生け花を使ったものがある。これは一部の生花店が考案し、2010年頃から発売されるようになった。湿気が厳禁なおむつの上に、 水が必要なフラワーアレンジメントを装飾するため、おむつへの衛生が非常に心配されるが、生花店ならではのアイデアで完全に分離し、安全清潔に使える商品にすることに成功したとされている。おむつ寿司おむつケーキの派生品としておむつ寿司があり、これは育児雑誌出版社ワイヤーオレンジが考案し、2012年より発売している出産祝いギフトである。 寿司をモチーフに、シャリ部分はおむつ、ネタ部分は、よだれかけなどの育児グッズを中心に構成されている。今治タオルを用いてマグロ、よだれかけを用いて、エビ、ベビーソックスを用いて、鉄火巻き、保冷剤を用いて、イクラなどの寿司ネタを模し、バランガリ織箱、風呂敷等の付属物も付いている。また、おむつ寿司の派生品として、おむつカレーなども登場している。 ありがとうございます。